皆さんこんにちは、並木義和です。なんかね、クリアですねって思いませんかね。皆さんクリアですねっていうのは、どんどんこう自分の進む道がこう、まあ、明確になっていく人、またこう迷いの中に入っていく人と分かれていくような今ねタイミングなんですけど、でも自分の道にちゃんと沿っていると、あ、すごいなんか軽やかになってきているなってきっと感じるんじゃないかと思うんですよね。なんかこうすっきり通っていくような、クリアに広がっていけるような予感がするみたいな、ところに、ね、立たれている方っていう人も多いんじゃないかなというふうに思うんですね。で、ここからまさにもっともっとこう加速していく流れの中に入っていきますので、当時に向けてね。なので、結局自分に嘘をつかないとか、自分に正直であるとか、無理をしないとか、背伸びをしないとか、とにかくよく等身大の自分でとか、ありのままの自分でって言いますよね。この自分を今とにかくね、心がけて、その自分にチャンネルを合わせて、それでね、日々をこう軽快に進んでいくっていうのかな、軽やかに進んでいく、でそういう日々を送って、いることができれば、送ることができれば、ちゃんとあなたは自分の道にナチュラルに自然にこう沿っていくことに、一致していくことにっていうのかな、なるんですよね。そうすると今言ったように、あ、なんか軽くなってきたなとか、クリアだなとか、なんかなんだかよくわからないけど明るい未来が待っている気がする、私の人生の中には、私の人生にはという、あの捉え方が、こう感じ方がね、こう自分の中に出てくるんじゃないかなというふうに思います。なので言い方を変えると、すごく今モヤモヤしていて、全然こう先行きが不透明で、こう迷いの森の中にいるみたいなね、そういうふうに感じている人がいるのであれば、そしたら、あ、今がちゃんと自分ともう一回向き合うタイミングで、そして本当の意味で自分が進みたい方向性を明確にし、それに向けて正直に、ね、嘘をつかず、ありのままの自分でっていうシンプルさに立ち返ってもらえると、またスッとね、自分の中が通るような、感覚をね、得られるんではないかと思うんですね。そして、その先の未来は明るいんじゃないかと感じられるようになると思いますので、そういうちょっと意識でね、自分と向き合うこと、そして人生に向き合うことっていうのをしていただけたらというふうに思います。それではスタートします。先生、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。早速、はい、僕は単純なので、なんか、あ、明るくなりそうでよかったみたいな感じで、うん、すごくこうルンルンとしてきました。はい、ところで先生、はい、いつも先生と会うと、まあとにかくあっちゅう間だね、あっちゅう間だねって言いますが、はい、これを放送する頃にはもう10月も終わりで、はい、いよいよ11月、あ、そうですね、うん、もう冬至がそうですやってきます。はい、今年も先生、うん、両国国技館、そうですね、で、はい、当時のイベントをされるってお聞きいたしましたけども、はい、今日はですね、うん、その当時に関してちょっと焦点を当てていろいろお聞きしたいなと思ってまして、はい、まず当時のタイトルを教えていただいてよろしいですか。はい、天地開闢ですね。新たなる天地開闢というタイトルで、まあ、想像を超えた人生のストーリーにこう飛躍していくっていうね、そういうワークを中心にね、行っていくのが今回の当時のイベントになりますね。なるほどですね。はい、新たな天地開闢です。新たな天地開闢、はい、僕も最初聞いた時、天地開闢っていう字を知らなくって、はい、ええ、おなんだと思ったんですけど、うん、先生の、うん、その天地開闢とつけた意味といいますか、うん、それと思いっていうのをちょっと教えていただいてよろしいですか。はい、まあ、全然今までとは違う地球にシフトしていくのがこれからなので、全く新しい世界の始まりですよね。それが天地開闢です。新たなる天地開闢、はい、そして、去年のその当時のゲートを越えて、そして新しい地球に降り立った僕たちは、その新しい地球をこれから
本当の意味で生きていくんですよね。その元年にあたるのが2022年なので、うん、この冬至っていうのはそこからまたさらにこう飛翔していくとか飛躍していくとかっていう、やっぱりそういう流れに入りますので、フェーズに入りますので、そこでね、新しい、意味でのこの新しい世界の始まりという意味で新たなる天使開脈にしました。なるほど、うん、全くまた新しい世界が始まっていくんだよっていうことですね。そうですね、だから今までの世界の延長線上じゃないですよっていうことなんですね。はい、なるほど、うん、去年と今年を対比しても、はい、冬至のエネルギーっていうのは違うと思うんですけども。そうですね、簡単に言うと今までは完了させるエネルギーだったんですよね。うん、そしてここからは新しくこう新たな始まりっていうのかなのエネルギーなんですよ。今までのその2万6000年に一度のね、その宇宙の祭典っていう形で、昨年はイベントをさせていただきましたけど、それは一つの時代の終わり、そして一つの時代の始まりという、まあ、両方の意味合いを含んでいるんですが、ただこのもうその新しい地球がスタートして、新しい地球への流れというのが本格的にスタートして、でその新しい地球に必要なエネルギーというのが、またはその新しい地球に必要な知恵や英知というのがどんどん宇宙から流れ込んできているのが今のタイミングなんですね。そうなので、この今年の冬至っていうのはもう本当にその、準備という、その大きな、準備に当たるのが、今年の冬至になるわけですね。なるほど、はい、もう全く別物なんです。全く別物です。去年は例えば、うん、完了で、はい、今年はスタートっていう。そうですそうですそうです、始まりですね。なるほどですね、はい、ではその冬至のエネルギーを、うん、例えば上手に使いこなす、うん、どういうことができる。まずタイトルにもつけているように、まあ、副題にねつけているように、その想像を超えた人生のステージ、もしくはストーリーへと僕たちをこう飛翔させてくれる、または、後押ししてくれるっていうのかな、そういうエネルギーが、冬至に流れてくるんですよね。なのでこれを使ってその自分の人生のステージを何段階も上げていきたいとか、またすごくこう今変わりたいと思っている人もとってもいると思うんですよね。そしてまた、このままでは立ち行かないと感じてる人もきっといて、だから何かこう自分の中で変えていく必要があるんじゃないかっていうところにこうぶち当たってる人とかっていうのもいっぱいいると思うんですね。だけどそういう人たちの意識を大きく変えていく、でしかもどういう方向に変えていくんですかって言った時に、それが自分のその魂のブループリントですよね。自分の魂の、目的、役割、テーマに一致する流れに押し上げてくれるっていうのかな、そっちにドーンとこう調整してくれるエネルギーっていうのかな、そういうのが今年の冬至のエネルギーなんですね。でそれが起きると、今何度も言ってるようにこの宇宙を取り巻くように本当に上昇気流のうねりっていうのが起きてるんですね。そう、上昇気流が起きてるというよりも上昇気流のうねりが起きてるんですよ。うねりっていうのは僕の中では普通一般的に言う上昇気流よりももっとパワフルな上昇気流なんですよ。だからであるならば、これを使っていけば本当に今までこうなかなかこうブレイクスルーできなかった人、ね、こう自分の中にある制限を超えたいとかいろいろあったと思うんですよね、その先に行きたいとか変わりたいとかっていうふうに思いながらもなかなか変わられなかった人、勉強しても勉強してもなかなか、その先に行けなかった人、そういうもどかしい思いをしていた人たちもこのエネルギーを使うことによってドーンとこう突き抜けていけるような、そういうねスタートを切っていけるエネルギーなんですね。だからもしそれを望むのであれば、ぜひね今年の冬至のエネルギーというものを理解して、使っていただけるといいんじゃないかなっていうことで今回改善させていただくことにしました。あとちょっと余談なんですけど、はい、確かどっかのワークショップで先生に想像を超える人生っていうのはどういう人生ですか、うん、って聞いて、うん、はい、先生なんでこれ想像を超えてるのか分かんないですっていうそうですよね、うん、あれがなんか確かにそうだよなと思って、はい、すごい僕的にはちょっと受けたんですけど、はい、それぐらいでも、うん、もう想像できないぐらいジャンプしちゃう。あ、そうです。あ、うん、だから結局その先に行って振り返った時に、あ、こんなに高みまで自分は登ってきたんだなっていうふうに理解するっていうことですよね。なるほどですね。はい、冬至はそのエネルギーがっていうのを今お聞きしたんですけど、はい、うん、今から冬至に向けてなんかこう準備というか、うんうん、だったりこう何に重点を置いてこう過ごした方がいいっていうのがありましたら教えていただいて、まあね、自分も相手も自分に関することも相手に関することも徹底的に許すってことです。うん、その許さない
許せないっていう言い方がありますけど、許さない許せないっていうのは許したくないんです。なるほど、うん、なので許したくないと言ってそれにしがみついていたり、ね、怒りでしがみつくっていうこともあるかもしれないし、悲しみでしがみつくっていうこともあるかもしれないし、でもそれをやってて一体自分に何の得があるんだろうっていうことに意識を向けてみることなんですよね。いやでもねって、私はそういうふうに例えば裏切られて許せないっていうこの思いをバネに今まで頑張ってきたんだっていう人もきっといると思うのね。でそれは何も間違っていないし、今まではそれでいいんです、そういう世界だったから。眠りってそういうことなんですよ。だけどね、そのやり方っていうのがこれからの新しい地球、つまり目覚めていく地球においては全くチャンネルが合わないので、それを持ち続けているとどんどんその新しい地球の流れからこう取り残されていくとか弾かれていくみたいなことが起きてしまうんです。それは別に裁かれているんではなくって、単にチャンネルが合わないので弾かれちゃうだけなんですね。なので結局その僕たちが今やることっていうのは徹底的にその自分の浄化であるし、まあいつも言っている断捨離であるし、それは、心のもしくは感情のもしくは精神のもしくは物理的な、ね、ものだったり人間関係だったりやっていることだったりっていうふうに多岐にわたりますけど、やっぱりそれをいかにその本当の自分がやりたい方向性と、マッチングしないものをいかにクリアにしていけるのか、手放していけるのかっていうのがやっぱり鍵になってるんですね。で、本当にやっぱり身軽にならないと上昇気流の波っていうのには乗っていけないので、もう重くて乗り切れないですよね。そしてまたゴロンと落ちてっちゃうんですよね。なので本当にその自分の、だって新しい地球で全く新しい人生をスタートさせるっていう時に過去のしがらみってもう続けてる必要ないじゃないですかね。で、言うことは簡単なんですよ。そうは言ったって私はどれだけここで悲しい思いをしたと思うんですか、どれだけ苦しい思いをしたと思うんですか。でもさ、この苦しさや悲しさってね、誰もが経験してるんですよ。誰もが経験してるの、その程度の差はあれね。だからここでね、私の方が辛かったとか私ほど辛い経験をしたはず人はいないはずって、そういうところで戦ってみたりとか意固地になるんではなくて、あ、それすらも私が選んだことで、しかも選んだことはなぜ選んだのかって言った時に、あ、この本当に心がもうかき乱されるような苦しい思いをすることで大きく飛躍しようとしたんだな、大きく飛翔しようとしたんだな、そしてまた大きく目覚めていこうとしたんだなっていうところに立ってほしいんです。で、実際にそうだからなんです。で、僕たちはその無駄に経験すること、言い方を変えると無駄に現実を作り出すことってないんですよ。全て今この時代に生きる僕たちにとって、どんなに苦しいことも辛いと思うこともその映し出す現実っていうのは僕たちが自分が目覚めていくための現実なんですよ。だから何を見てもどれほど苦しいと思う現実を映し出したとしても、これをちゃんと統合の扉にして開けていくことができる人はその先にどこまでも飛翔していくことができる。でもそれを壁に見立ててしまって、こんなってなんでこんな人生をって言って嘆いていたら、そこで止まってしまってどんどん取り残されていってしまうんですね。なぜならばもう地球はどんどん加速して上昇していくからです。つまり次元上昇していくからです。だから僕たちもその地球の次元上昇、宇宙の次元上昇についていくかいかないかなんですよ。なので本当にこれってもう言い訳もできなければ情状酌量の余地もないのね。そうねって、あなたは大変な思いをしたからちょっと待っててあげればねとかっていうことはないわけですよ。つまり宇宙からしたら、みんながその上昇に向けての必要な体験をしているっていうところにいるので、さあ本当にそれを自分の学びとして知恵として気づきとしてこの先に行きますか、それともそれにずっと留まり続けてそのあなたが飛翔できるチャンスっていうものも逃してしまうんですかっていう。だから悔しいという例えば思いがあるのであれば、それこそを外して、じゃあこの悔しさをバネにってやってきたわけでしょ。だけどその悔しさをバネにするんじゃない、手放すことで今度は飛翔していくっていうところにチャンネル合わせてもらいたいんですね。そうすると本当に、あ、なるほど、あの辛かったこともこの悲しかったことも、あの怒り狂いたくなるようなたけりたくなるようなことも全部ここに来るためのものだったんだって後であなたは分かることになります。なのでそこにしっかりとチャンネルを合わせて、今のこの時期タイミングっていうのを大事にね、使っていっていただけたらというふうに思います。はい、ありがとうございます先生。メッセージを最後いただこうかなと思ったんですけど、はい、うん、なんか今が、はい、それがメッセージです、ですよね。はい、はい、では先生、今日はこんなところで終わりにしようと思いますが、はい、当時に関しては、はい、詳細は概要欄の方に出しておきますので、はい、もし国に知る人、ワクワクを感じた人、ぜひ詳細をご覧いただければと思います。はい、はい、
ということで、皆さんね、この冬至まで、ものすごい駆け足でダッシュで激しくスピーディーに進んでいくことになりますので、もうね時は待ってくれませんから、とにかくあなたの中に出てくるものを重荷がね、重りを感じたら、重しを感じたら、重たいなっていうのを感じたら、あ、チャンスと思ってこれを置いてってください。どんどん手放していってくださいね。そしてあなたは本当に波動を軽くして軽やかに次元上昇していくことになります。そしてあなたが本当に想像もつかなかった人生のストーリーにある時に立っていることに気づくんです。あなたの想像もつかなかった人たちに囲まれている、あなたの想像もつかなかった人生の流れに乗っている、あなたの想像にもつかなかった、人生のストーリーに囲まれている、それを生きているということに気づくことになります。だからそこにね、ワクワクしながら日々楽しんでいただけたらと思います。それではね、また次回の YouTube でお目にかかれることを楽しみにしています。並木義和でした。バイなら。時を越え僕はいつも